皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber モノモースです。今回は、あるプロ野球選手の圧巻のパフォーマンスについて、そしてそれが示すものは何か、深く掘り下げていきたいと思います。最近、ソフトバンクに移籍したばかりの山川穂高選手が春季キャンプで見せた驚異的なパワーが話題になっています。屋外のフリー打撃で25スイング中13本を削ごえ、その中には場外へ消えるアーチも含まれていたそうです。目の当たりにしたファンも、その圧倒的な力に驚きを隠せなかったとか、ここで僕が焦点を当てたいのは、ただ単に山川 選手ののパワーの凄ままじさだけではありません重要なのは、復帰第一歩としてのこのパフォーマンスが今後の彼とチームにとってどう影響を与えるか、という点です。まず、山川選手自身にとってですが、昨年は不祥事でほとんど試合に出ることができませんでした。そのため、このパフォーマンスは彼にとって、自身の復調をアピールする絶好のチャンスになったはずです。彼の言葉を借りれば、試合をしっかりして、結果を出して認めてもらうことが彼にとって何よりも重要なのです。そして、チームにとっては新たな戦力としての期待が高まります。コメントにもあるように、山 なぎだ、やまかは近藤のクリーンナップは非常に強力。山川選手の加入は他チームから見ればかなりの脅威になるはずです。しかし、ここで忘れてならないのは野球は個人のスポーツではなく、チームで戦うスポーツであるということ。山川選手のパフォーマンスがチームをどうリードしていくか、そのリーダーシップがこれからの季節に大きな影響を与えることでしょう。反論としては、フリーダ撃キの結果をもって、実戦での成功が約束されるわけではない、という声もあります。確かにそれはその通りですが、これを機にさらなる成長を遂げ、スランプを乗り越えることができるかどうかが見 最後に私の意見をまとめますと山川選手のこの圧巻のパフォーマンスは彼自身の副長だけでなくソフトバンクチーム全体へのポジティブな影響を与えることが期待されますしかしこれが始まりに過ぎないことも忘れてはいけませんこれからの彼の努力と成長に期待しましょう本日はここまでですがこの話題についてはまだまだ語り尽くせないほど奥深いものがあります皆さんの感想や意見もぜひコメントで教えてくださいねそれでは次回の動画でお会いしましょうさようなら